番組はパチスロの究極に迫るべく数々のミッションに挑戦していく番組である。すべてのミッションをクリアできた暁には日本を飛び出し世界制覇を目指す。イチプラ瑞穂台店は東上線瑞穂台駅1分の雨も我慢できちゃう駅地下のホール。膝が痛むユーザーも安心の広々としたワンフロア設計。心を動かすのはいつだってとびきりの笑顔。はい、60数名ですね。60数名で抽選券58行きましょう。できれば1桁20以内入れば勝ちですね。勝ちです。はい、お願いします。じゃあ次は、はい、ドン。はい、52番やばっ嘘でしょ。52番です。私の最後尾の人が1番ゲット、60数名で52番です。はい、ありがとうございます。あ、繰り上がってます。さあ、いきます。あ、ジャグラー朝からの人もいますね。あ、前日の末狙いだ。前日がジャグラーが結構強めだった。さあ、リゼロ埋まりの絆埋まり。あ、凱旋まどかですね。やっぱりまどかだ。まどか人気。さあ、そんな中私はハーデス。ハーデス行きましょうね。もう万枚チャレンジですから、ハーデス突っ張ります。はい、というわけで、肉伝説万枚チャレンジ行きます。ハーデス。はい、今日はですね、3月24日ということで、324みずほ、そして今日はみずほ台、ハーデス一択でした。はい、行きますよ。うわ、いきなり、チャンス目2ゲーム。もうハーデスね、朝一天候の挙動が誇らないで出てます。まあやっぱりね、土日の水の台は、ね、頑張ってる。さあ、そんな中朝はそのハーデスと凱旋も満台で、絆ももちろん満台、リスクもマドカもかなり熱気づいてます。今日はすごいことが起きそうです。で、私も、万枚チャレンジ、もう約2年ぐらいやってきましたが、未だ万枚なし。もうこの企画のね、カウントダウンということで、あと残り今日含めて3回ね、3回です。チャンスは3回。前日、前々日は落ちてる台、一応ハーデスの中では角の台、横川凱旋ね、もう力技でもまんま行くしかないんですけど、今日は本当頑張ります。気合入ってます。急に当たってくれ、ズバッと。オーケー。さあ、210ゲーム、赤、青、青でやるゲーム。リズム、リズム、リズムよ。おいよ、部長。うわ、テンパイせえ、テンパイ。うわはは、よえ。なあ、あっさり、あっさり。はい、今日一発目のヘルゾーンを外し、当たるんかい。あ、1600ゲーム、ジャスト、末なら1148ゲームなんですけど、前日452なんで合わせると1600。あれ、末点か、まさかの。
ファーです、来いよ。はいはいはい、さあ、晴天でしたね。はい、じゃあ行きます。天井ファーです、頼むぞ。ちゃうねん、そういうことやないねん。目標4桁ね。オッケー、優秀期行くぞ。コース2200、ふぅ、さあ取ったぞ。青パー、 50%。 さあ、こっからこっから集中して。前日は回されてないっていうのはあるんですけど、高設定ではなさそうで、それでもね、ここでなんとかするつもりで打ったんですけど、なんとかなりませんでした。でも諦めない、この400あればボットも引ける。はい、そういうもんよな。ないんだよ、奇跡も魔法もないんだよ。よいしょ、押せへんのかい。当たれ、大丈夫、来ない。契約もなし、お、来た。うわー、5ゲーム目、よいしょ。赤ダイヤ中ね、もう一丁、プレミアム、よし、チャンス来ました。黄色、行くぞ。 OK、永遠にプレミアムデジャブ、永遠に。ただ何パーセント黄色って、終わった、終わり、終わった。あ、弱い、しょうがない。いやいや、しかしよ、しかし90、でかいね。1600。さあ、なんとかなんとか頑張ってみましたが、確定役なし、GG ラスト、厳しい。ひなた3連勝負、めっちゃ大事よ。さあ、綺麗にリプレイ、
い。まあ犬か。ヘルならず。初のワンちゃん。
なのか冷ややくなのかちょっと分かりません。ちょっと前に冷やく聞いてたかな。ちょっと上の空です。確か680何歩で神様って言った気がします。神様助けてくれ。なんか引いてた。ああワンちゃんか。はい、ナイス50。でかい。さあ今500枚使ったからほぼ取り返せる。OK ナイス。乗せろ。乗せない。OK ナイスデジャブ。助かる。プレミアムはなし。あと乗せもなし。残酷。550。さあここで今入れた分だけ戻ってきた感じで、なんだろうこの台。初当たりも700何歩、今のも700何歩。大きくはまらないけどなんかチャンスありそうな。私は行かなかったんですけど天国以降も2回してたみたいなんで。ダメっすね。うわあキラナ3連ここで当てたい。どうや右上がりとかどう。うわ中段チャンス目いらねー。はい44ゲーム。終わった。おっと杖でキラナ揃ったぞ。ベルゾーン降格。おいしょー。うわー来ました。ついに私の見せ場来ました。うおーほーほー7位ねー。7位でフェイクリップの方向まさかの。頑張って開けよう。そうはい、紫67ゲーム。 OKOK ゴッドじゃねえ。ゴッド来ねえ。おおペル引いたよ。惜しかったな、チョーペル。さあ、行くぞ。今日初ペルかな。さあ、目指せ300。あれあれ
させればいいから。さあこれを上げていくゲーム。うわ、おお、せめてカットインくれ。よいしょ、お願いします。やりました。ここからや、勝負は青2分1ドン。よし、おーし、よしよし、2分1。よし、うまい、やれてます、私やれてます。めちゃくちゃ優秀じゃねえか。どうした急に。終わりません。終わった、終わった。来ないね。はい、350でかい、ナイス、500いきました。嬉しい。行かない、行かなかった。めちゃくちゃ回した。 OKOKOK。 いやー、紫ベルガーめっちゃいい仕事。でかい、でかすぎます。紫7なんてね、ワンコ50が当たり前。さあ、なんとかまくれるぐらいですかね。終了しました。お疲れ様でした。ちょっと時間なんで切り上げてしまいましたが、今日もまんまい達成できませんでしたと、ちょっと限られた時間の中でということになってしまうんですが、まあ、ちょっと今日もまんまい達成すべくハーデス突っ張ってきましたが、まあ、今日日付が3月24日ということで、まあこれはね、本当は何の示唆でもないわけですけど、勝手に思い込みですけど、まあ、みずほ、324みずほと、ね、語呂にかけてハーデスね、選択しましたが、1台目が一応予想通りというか、その、据え置きでもなんとかなるというところの台を前日下見で見てたんで、それを行きましたが、前日450ぐらいでやめられてる台、見事据え置き天井1150ぐらいですかね、まあそれぐらいで当たれば全然あの問題ないというか、まくれるというところも考えながら打ったんですが、まあ見事据え置き天井というところ でそこでね、爆裂させたいところではあったんですけど、乗せが400、まあ、投資も
ね、そんだけ回してしまうとですね、2200枚、まあ、これは今日の、総投資になりますが、2200枚、はい、まあ、しかしながら、1台目で2000枚近くですね、回収することができて、まあ確定薬やら3桁のせやら、ね、そもそもジャッジメント1回も取らなかったですけども、なんとか、ゲーム数伸びてくれて、2000枚、そしてまあその1台目も、ね、ちょっと粘ったらゴッド引くかなと思って打っちゃったんですけれども、伸ばせまして、だいぶ伸ばせまして1200何本残ったところで危ないと思って大移動しましたが、他のお客さんが打っている後の台だったんですけど、まあ、天国移行とかしてた台、打ってみようと思ったらですね、まあ、ちょっと当選ケーキがレア役引いたと思うんですけど、それがズドンと刺さって、700ゲームぐらいで当たって、まあ、また天井行かなくてよかったなと思ったんですが、まあ、結果的に最後に500ね、ベルで500乗っけてくれた後、まあ、ちょいちょい乗せて、600何十ゲームという感じになって、結局ですね、2台目で流した枚数が、1900ぐらいですか、はい、でまあトータルの枚数がですね2731枚、はい、というわけで、投資が2200枚ですので、一応プラスでプラス500枚ちょっとということで終わることができました。勝ち逃げみたいな形になってしまってね、なんとも逃げ切らない、それこそご覧いただいている皆さんの方が逃げ切らないと思うんですが、隣が満枚出ててですね、思いっきり設定もありそうという中で、まあ頑張りました。4000ゲーム近くは回したと思うんですけど、まあ引けない、ちょっと引けないっす、うん、どうしちゃったんでしょう、私の右腕は。はい、これちょっと、あと満枚のチャレンジのね、チャンスが2回ですね、2回でなんとかします。はい、最後までちょっとこだわって満枚に、ちょっとぶっ込み行きたいと思いますんで、またご覧いただければと思います。というわけで見どころありませんが、我慢してご覧いただきましてありがとうございました。また次回、バイバイ。